脱植民地化、脱植民地化、脱植民地化、英語、ディーコリナゼーションとは、植民地が創始国からの独立を獲得する過程であり、植民地化に対立する概念である。非植民地化とも言う。脱植民地化は独立の獲得、支配国や他の国家との統合、あるいは自由連合の状態を確立することによって達成される。国際連合は、 脱植民地化の過程においては、人民の自決以外の原則はありえないことを明言している。脱植民地化は平和的かつ革命的に行われる場合もあれば、現地民による暴力的反乱を伴う場合もある。なお、厳密な意味では、脱植民地化は帝国の崩壊による創始国の消滅とは区別され、その時期は一般的に以下に示すヨーロッパ創始国からの 独立等う二つの大きな波を指す。18世紀末から19世紀にかけて、アメリカ独立戦争を皮切りに、南北アメリカ大陸の脱植民地が起こった。アメリカ独立戦争は、現在のアメリカ合衆国である地域における、イギリスの支配に対する入植者反乱であり、その流れは、ラテンアメリカにおける、スペイン帝国、ポルトガル海上帝国の支配体制崩壊に至った。 一方、20世紀、21世紀の脱植民地化は、第二次世界大戦以後の、アジア及びアフリカにおける多くのヨーロッパ諸国の植民地、保護国の独立の達成を指すのが通常である。この流れは、ポストコロニアル理論と呼ばれる文芸批評運動とも連動している。1945年から1960年の間は、1947年のイギリスからの、 パキスタンとインドの独立をはじめとして、特に活発に脱植民地化が行われた時期であった。脱植民地化は政治的な過程であるが、しばしば暴力的闘争を伴う。状況が極度に緊迫すれば、革命に続いて独立戦争が生じる場合もあるが、より一般的には大きな流れとして、交渉が決裂し、小規模な騒乱が起こり、これが、 警察や軍によって鎮圧され、さらに過激な反乱へと拡大し、交渉に次ぐ交渉が重ねられ、最終的に独立が保障されるという展開をとる。例えば、フランス領インドシナでは独立戦争が発生したが、フランス領西アフリカの一部の国では、暴動と交渉の繰り返しによって、脱植民地化が図られた。また稀な場合ではあるが、インドの例などでは、 現地民側は非暴力の立場を取り、暴力は占領者側からの抑圧や、独立によって不利益を被ると感じる、少数派現地民の政治的反抗の手段として用いられている。脱植民地化の過程は、新たに独立する国の事実上の政権が国際社会より法的な主権国家として認められて、初めて完遂される。独立は外部勢力からの刺激や、 実際的援助なしに達成することは困難ではあるが、このような援助を行う動機は様々である。民族や宗教を一にする国家からの非欲厚みにへの同情に起因する場合もれば、強力な国家が覇権を争ったり敵対したりしている国家の勢力を弱めたり、自身の勢力範囲を拡大するための戦略的行為として、植民地の解体を試みる場合もある。 第一次世界大戦以後、国際世論は植民地解放賛成に傾き、国際連盟による植民地解放への制度的な集団的取り組みが行われ、国際連盟規約第22条に基づき多くの委任等治療が置かれた。これは、名目上はこれらの地域における自治政府設立の準備を目的としていたが、実際はドイツとオスマン帝国を 主もとする敗戦国の旧植民地支配権の再配分に過ぎなった。この再配分制度は国際連合にも引き継がれており、日本を含む第二次世界大戦敗戦国の旧植民地や委任統治領の支配の調整を行うために新宅統治制度が置かれた。ジブラルタルやフォークランド諸島など一部の植民地では植民地状態を継続することを住民投票により、 選択している。また、一部では、旧宗四国が、自身の支配体制が、弱体化した後に、植民地における経済、軍事などの負担を削減するために、積極的に脱植民地化を進めた事例もある。帝国の拡大と縮小は、歴史の常であるが、近現代の脱植民地化という現象はいくつかの点から、史上稀に見る結果を生み出したと言える。 すなわち現代においては、ある国家が植民地の事実上の支配も法的な支配権も放棄した場合には、通常はその旧植民地が別の派遣国家に吸収されるということはない。さらに、旧宗主国は多くの場合単に国家として存続し続けているだけではなく、旧植民地との間に強い政治的、文化的連携を保ち、大国としての地位を維持し続けているのである。 このような連携を通して、皮肉なことに、旧宗主国は、帝国のかつての権益の主要部分を保持し続け、しかもそのためのコストを削減することに成功している。脱植民地化の要求に対しては往々にして、宗主国側の抵抗があるものの、結局のところ脱植民地化の結果は、旧宗主国の権益を守るものとなっているのである。脱植民地化が一回の歴史的事件によって、 達成されることは稀であり、通常は宗主国から与えられたり、闘争によって獲得される段階的な解放の積み重ねによって進行していく。その段階には、例えば、諮問や投票による代表選出制や、ある程度の自治制度の導入がある。脱植民地化の最終段階は、形式上は外交及び安全保障責任の異常と、新独立国の法的承認の要請と言えるであろう。 しかしながら、独立承認以後でも、旧宗主国、旧植民地の二国間条約により一定の植民地関係が継続することがあり、そのことは特に軍事訓練、相互保障条約、駐屯部隊や軍事基地設置などの面で継続することが多い。脱植民地化の概念範囲を広げると、一国の独立国内でも、内地脱植民地化が起こりうる。 例えば拡大期のアメリカ合衆国は既存の州の国境沿いの土地を占領すると、準州を設立して植民地化し、その地の発展が一定の成功を収めると、州への格上げと連邦加盟を請願させ、別個の国として独立させるのではなく、連邦内の議員選出権を持つ主権保有メンバーとして取り込むという方式を取った。法的には国内の土地を一切、 植民地化していない国でも実際の不平等が支配権を掌握する地域を生み出し少なくとも非支配者側からは実質的な創始国として認識される場合があるこのような地域は例えば帝政ロシア及びソビエト連邦におけるロシアのように最大の領地を持ち最も人口の多い地域やあるいはハプスブルク長期にシレジアからオスマン国境線にかけてのスブ系 少数民族の地を支配していたオーストリアのように征服者としての歴史を持つ地域である。その結果、これらの国家の解体は、こういった地域にとって事実上の脱植民地化と捉えられている。なお、事態をさらに複雑にすることであるが、バルト三国はソビエト連邦へ加入したのではなく、スターリンによって軍事力をもって並行され、不法に植民地化されたのであるから、 ソビエト連邦解体によって独立が承認されたということは成立しないと主張している。この地域では多くの在来民族が強制移住させられ、ロシア人やソビエト連邦内の他国から多くの移住者が入植したが他の正式に連邦に加入していたソビエト共和国においてもロシア人は植民地支配者として強く認識されることが多く、これらロシア系移民は いずれの国においても、連邦解体後は激しく、社会的反を受け、多くは、ロシア本国に帰還する傾向にある。この年表は、正確な時期について、議論の余地のあるものも含まれる。多くは、最終的な段階である、独立の都市きを示しているが、その前に、自治機関がある場合もあり得る。詳細については、各国の歴史の項目を参照のこと。なお、 ここには厳密な意味の植民地だけではなく、保護国、共同統治地,地域、咀嚼地なども一部含まれている。また脱植民地後の経過については記されていない。ソビエト連邦の崩壊についても除外されている。第一次世界大戦終結は、ヨーロッパ勢力による植民地経営の頂点の時期であり、また、植民地に終止符を打つ流れが盛んになった時期でもあった。 極度の物資の欠乏が世界中の経済状況を変化させ、戦争帝国主義による社会的圧迫とともに、貧農層の不安と中流階級の発生を流した。経済成長により新しく意見を述べ始める層が台頭したが、これらの人々は人種問題への意識から、旧来の植民地支配者である中流層とは一線を画し、 独自の政治団体の形成を施行した。またナショナリズムの勃興により、帝国主義イデオロギーは足元から崩壊し始めた。もちろん、これ以外に農業技術の発展や災害、宗教の発展や変化、また1930年代の世界恐慌の影響などの要因も見逃せない。世界恐慌は産業化社会への影響について論が集中しがちで、 あるが、地方の植民地にも多大な被害を与えた。農業生産物の価格は、工業製品より、はるかに大きく、また早く下落し、1925年頃より、大戦の勃発まで、植民地は低迷した。創始国である列強は、国内問題に追われ、国際貿易への影響を無視した、保護貿易主義や関税政策が取られた。ほとんどすべてが、現金作物の産地であった。 植民地はどこも輸出収入の大半を失い、創始国経済の開かれた付属地域から閉じられたシステムの一部へと変質せざるを得なかった。一部の地域は自給自足農業へ回帰したが、他の地域では経営の多角化が行われ、一部では工業化も始まった。しかし、こういった経済形態は発展しようとすれば、創始国側の拘束によって妨害されてしまう。 ものであった。また、ヨーロッパ人の所有、経営するプランテーションは、現地民資本家の経営するものよりも、長期的なデフレーションに弱く、次第に、白人農場経営主の支配力は弱まり、1930年代のヨーロッパの政府や投資家は、先住民エリートを支配者側に組み込まざるを得なく、なっていった。植民地改革の動きも、植民地の終焉に拍車をかけた。 特に不干渉を施行する共同統治制度から経済変革を促進するための分割的な直接運営へ移行しようとする動きが大きな影響を与えた。本格的な官僚制政府の設立は現地民ブルジョアジーの形成を促した。この現象はイギリス帝国に特に顕著に見られたが、それというのもイギリス帝国は政治的ナショナリズムの制圧に あまりこうしていなかったことによるのであろう。予算及び人材の実際的問題のために、イギリスは民族主義者であるエリートたちと取引を行うことになったが、白人入植者が中心である自治領についてはうまく扱うことができたものの、エジプトへの直接支配権を削減することで、ようやく戦略的資源を確保し、インド帝国では数多くの改革を行い、 1935年に新インド統治法成立に至ることとなる。戦艦期のアフリカはアジアとは全く違った道をたどった。熱帯アフリカは19世紀末までは完全な植民地制度の中に組み込まれることはほとんどなかった。数少ない例外は南アフリカ連邦とエチオピア帝国であった。創始国の支配政策は極端から極端へと揺れ動き、 経済発展は阻害され、1939年以前には、広範な民衆の支持を得た、現地民の国家主義者集団は存在しなかった。19世紀末、米西戦争の終結により、アメリカ合衆国はスペインより獲得した、いくつかの植民地を領有した。合衆国は当初これらの地域に対して、植民地化政策を推し進め、特にフィリピンでは、 米非戦争をはじめとする現地民の反乱を鎮圧するために軍事力を投入したが、1930年代には合衆国のタイフィリピン政策は自治政府実現へと方向転換することとなった。日本は近代において主に東アジアで広域支配を行い、台湾、朝鮮半島などを領有し、多くの内地人を入植させた。また第二次世界大戦中には。 アジアの広範な地域を占領し、戦争中だけではあったものの、普通に、香港、フィリピン、ビルマ及び、ランインなどのヨーロッパ植民地を奪取した。1945年の連合国への降伏以後、日本はこれらの支配地域をすべて失った。ただし、日本は、千島列島南部、北方領土は、ソビエト連邦により不法占拠されている自国の領土で、あると主張している。 第二次世界大戦の後、ドイツは、オーデル川と内世川の東の地域を、ポーランド、チェコスロバキア、および、ソビエト連邦に割上した。ドイツ系地元民は土地を追われ、一方で新しく支配権を得た国からの人々が、それぞれの地域を植民地化した。第二次世界大戦時の日本による、フィリピン諸島への侵攻と占領の後、フィリピンは平和的に、 アメリカ合衆国より独立した。しかしながら、プエルトリコなどの他の米国植民地は、活発な独立運動や反乱もあったものの、完全な独立を獲得しなかった。プエルトリコは1952年に、自治政府が成立し、アメリカとの連邦横下に入った。1953年、プエルトリコは、国連決議748条により、非主権保持国リストから除外されたが、 フエルトリコは自決権を保持する独立国とは認めがたい状態にある。大新帝国以来、中国の王朝はチベットに対する総主権を主張しており、清は本来のチベットの東部、東北部、アムド、カム領地域に対して支配を及ぼし植民地化していった。真の滅亡後の中華民国もチベット全域の領有を主張した。それに対し、 チベット中央部のウーツンを支配していたチベット政府は独立を宣言し、チベット全域にわたる主権を主張した。中華人民共和国は1950年にチベットに軍事侵攻を行い、さらに1959年にはチベット全土を完全にその支配下に置いた。21世紀に入った現在も東トルキスタン、チベットは脱植民地化されておらず、亡命政府を樹立して、 共産中国政府に対して抗議活動を行っている。中華民国政府も同じく、チベットの領有権を主張している。脱植民地化にとって非常に重要な事件が、1960年12月14日に国際連合総会において、決議1514第15項として可決された植民地独立付与宣言である。賛成89、反対0。

形成している。加入は任意であり、時には目標基準を下回ったこと理由に除名される場合もある。これらの組織は連合国間の文化、経済、政治的利益を図るが、実際には総体としてそれ自体が政治的に目立った活動を行っている例はない。国家自由連合を参照国家自由連合には上記組織以外に様々なものがある。 脱植民地化については相当の議論がある。脱植民地という最終目標は通常甘ねく良いものとしてみなされているが完全独立の承認へと至る裁量の道筋については多くの議論がなされている。一部の論者は第二次世界大戦後の脱植民地化運動は特にアフリカで請求に展開しすぎ、結果として新たに独立した国々で正常が 不安定になってしまったという。これに反論する人々は、この種の不安は、主に植民地時代に橋を発する問題、例えば恣意的な国境線や、現地民への教育訓練の欠乏、バランスを欠いた経済システムなどの結果であるとする。ジョン・ケネス・ガルブレースは、第二次世界大戦後の脱植民地化は、経済的理由のために行われたとしている。 著作 A ジャーニーするエコノミックタイムの中でガルブレースは列強にとって植民地貿易よりも先進国間の経済活動の方が経済的に大きな意味を持つようになり植民地への関心が薄れていったことを指摘している創始国が植民地を手放すことに大きな経済的打撃を感じなかった理由の一つは費用と利益がなくなったのではなく変質したからであった 創始国はもはや植民地に対して経済その他の義務を負うという負担を持たなくなったが、引き続き安価な製品や労働力を旧植民地から獲得することができた。また創始国の求める結果を得るために、経済的、政治的、軍事的圧力をかけることも依然可能であった。そして最も大きな違いは、創始国は植民地に対する責任を否定することができるように、なのである。 脱植民地化は多くの人々が入植した植民地においては、それも特に何世代にもわたってその地に定着している場合、優しい問題ではない。この人々は一般的には本国へ帰還させる必要があり、しばしば財産の多くを失うという事態を伴う。例えば、旧フランス領であったアルジェリアの脱植民地化では、ヨーロッパ人及びセファルディ系ユダヤ人の人口が、 多かったため、事態は特に困難を極め、アルジェリアの独立の際に、彼らの多くはフランスに退避した。また、ジンバブエでは、ロバート・ムガベ大統領が1990年代より、白人の情熱種を攻撃対象とし、その資産を強制摂取している。満州、朝鮮、台湾に入植していた日本人も引き上げと、財産放棄を強いられ、特に満州では、 残留孤児問題を生んだ。一部の地域では入植者の重要性があまりに大きかったり、現地民がもはや少数派となってしまったがために、脱植民地化がほとんど、あるいは全く不可能の地域すらある。これには例えば、イギリス系が優勢を占めるケーマン諸島や北米の入植者社会がたる。ソビエト連邦は、西側諸国の植民地支配を撤廃するために、西側より、 あるいは西側支配の政府に対して直接的転覆を図ったり間接的な政治的指導や援助を行ったりした。この時期の革命の多くはこの種の影響を受けている。特にベトナム、ニカラグア、コンゴ、スーダンなどにおける紛争がその例として挙げられる。ソビエト連邦指導者の大半はマルクスレーニン主義に基づき帝国主義は資本主義の頂点に位置づけられ、 階級差別社会を生み出すものとした。そのため、ソビエト指導者は、植民地の独立運動を支援したが、この動きは、冷戦の激化とともにますます強まり、多くの独立戦争が、冷戦の主戦場となったため、米国も、反響の一環としていくつかの独立運動を、支援する代理戦争に至った。冷戦時代、共産主義国は、多くの植民地で、プロパガンダ、 開発支援、経済支援、時には軍事支援をもいて、反植民地主義運動を支持した。その中でも、アンゴラにおける武装反乱へのキューバの支援と、ベトナムにおけるソビエト連邦及び中華人民共和国の支援が特筆に値する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。